ジェームズ・ドナルド・キャメロンジェームズ・ドナルド・キャメロンはアメリカ合衆国の政治家ユリシーズ・グラント政権で第32代アメリカ合衆国陸軍長官を務めその後は連邦上院議員を20年間務めた1833年5月14日キャメロンはペンシルベニア州ミドルタウンにおいて誕生したキャメロンは1852年にプリンストン大学を卒業し 続いて1855年に大学院の学位を取得した。キャメロンは銀行の事務員として就職し、現金水悼係を務めた。キャメロンはその後、1866年から1874年までノースセントラル鉄道の社長を務めた。1876年、キャメロンはユリシーズ・グラント大統領から陸軍長官に指名された。キャメロンは 司法長官に横滑りしたアルフォンソ・タフトに公認として着任し、グラント政権の任期満了まで陸軍長官を務めた。連邦上院議員時代のキャメロン1877年、キャメロンの父親が連邦上院議員を辞任すると、キャメロンはペンシルベニア州議会によって欠員重党のため公認の連邦上院議員に選任された。その後キャメロンは、 三期続けて再任され、最終的に連邦上院議員を20年間務めた。キャメロンは1881年から1891年まで上院海軍委員会委員長、1893年から1895年まで上院革命請求委員会委員長、1895年から1897年まで再び上院海軍委員会委員長を務めた。 キャメロンはまた、1879年から1880年まで、共和党全国委員会委員長を務めた。キャメロンは1896年に再任指名を受けず、翌1897年3月に、連邦上院議員を退任した。キャメロンは、連邦上院議員を退任後、ペンシルベニア州ハリスバーグの商社を渡り歩いた。1918年8月30日。 キャメロンはペンシルベニア州ランカスター軍の別荘ドニゴールで死去した。キャメロンの遺体はペンシルベニア州ハリスバーグのハリスバーグ墓地に埋葬された。父親は第26代アメリカ合衆国陸軍長官サイモンキャメロン。母親はマーガレット・ブルーアであった。1856年5月20日、キャメロンはペンシルベニア州ミドルタウンにおいて メアリー・マコーミックと結婚した。キャメロンは、メアリーとの間に、以下の子供を設けた。エリザ・マコーミック・キャメロン・バージニア・ロレット、キャメロン・ジェームズ・マコーミック・キャメロン・メアリー・キャメロン、マーガレッタ・ブルーア・キャメロン・レイチェル・バーンサイド・キャメロン1878年5月9日。キャメロンは、オハイオ州クリーブランドにおいて、エリザベス・バンクロフト・シャーマンと結婚した。キャメロンは、エリザベスとの間に、 以下の子供を設けた。マーサー・キャメロン ABC The Political Graveyard ハット ABCDEFGHI バイアグラフクルタードイオブザ・ユナイテッド・ステーツ・コングレスハット ABUS アーミンセンターオブミリタリー、ヒストリーありがとうございます。